牛論散歩、背景生きてるみんな。今日は本とコーヒーが楽しめるフクロウ書作坊に行ってきました。本にはね、全部カバーがしてあって番号とテーマが書いてありました。牛論はね、活動開始した2月17の0217の本を買ってみました。中身すっごい気になります。席に着くとね、早速本がいっぱいありました。どれ読もうかめちゃめちゃ迷います。あれ、コーヒーと本のセットっていうのがある。これにしてみよう。一緒にパンケーキも頼みましたふわふわで甘くて美味しかったです。気になる本のタイトルはプチ哲学。イラストも多くてとっても読みやすかったです。本とコーヒーは毎回変わるみたいだから、みんなもぜひ試してみてね。コーヒーの他にも美味しそうなメニューがたくさんあって、いつまでもいられそうなお店でした。おまけ、0217の本開けてみたいと思います。なになに、キラキラ光るおはじきのような、甘い飴玉のような、透き通ったガラスのようなお話、子供の頃の気持ちに戻って読んでください、だって。なんだろう、お、注文の多い料理店、早速カフェで読もうっと。みんなも行ってみてね。またね。